おいすこんにちは、おめです。今回は、またね、村子さん、これでつぶやくのは最後かな。で、ゴッドフェスとかが来ると思うんですけど、シーズンのね。これ、今日じゃなくて、明日の昼の12時から来るかなって思ったけど、来週って言われましたね。はい、ズコーって感じです。来週かいみたいな。今日、日かは実装されて、明日の昼からゴッドフェス来ます、みたいな。そういう発表の仕方かと、仕方かとね、思ったら、なんと。 来週と,、はい、ということで、また今回もね、2体ほど追加されていますので、見ていこうかなと思います。1体目、木の有利ですね。分岐花嫁有利となっておりまして、また、えー、変わらずこちらの方でも実機をね、見ていこうかなと思います。新しく前分岐もらったのは、この火の有利でしたね。あの多次元とかで台とかをね、使っていくのに、76で最初潜入していく要因として強かったような感じですね。で、今回、貴族性になったことによって、えー、無効貫通。 貴族生の様子がおかしくないかなんか <laughs>。 木属性、もうそもそもこいつがリーダーでええやんみたいな感じの性能になってるけどね。えー、覚醒はバインド、スキブ4つ、封印が4個あって、回復ドロキョプラス2つ。強いね。普通に強えぞ、こいつ。で、聴覚は変わらないかなっていうところで、えー、ここの回復ドロキョは変わらないのかな。どうだろう。これもプラスになったらすごいけど、聴覚線にも無効貫通あって、まあ、このね、紹介の画面でもついてますけど、まあ、スキブプラスもあるので、スキブ6個持ちとかにもできるし、操作をかや雲をつけることも可能と。で、回復力数で高いしっていう感じで、まあ、回復 持ってくれるし無効貫通で火力出せるので今後貴族性はもうミリーの 2A は捨てて無効貫通で来るんかなみたいなラジオに負けてられねえよみたいな、まあ、そんな感じで来るんかなみたいなイメージを受けますでスキル内容がやばい6ターンスキルで HP40%6 ターン回復やばくない ?6 ターンで6ターンループで目覚めもループするおっ <laughs> セリカお まあ、セリカは76にするっていうね、強みがあるんで、まあ、こいつにはこいつにしかできないことあるんだけど、まあ、もちろんこっちはね、色がね、ちょっとね、無効貫通でしかも木っていうところなので、どうしても木パーとか、まあ、光パでもいいけど、でもね、木を光に変換してほしいじゃないですか、そうなってくると、光パに入れるんだったら。木を光っていう変キャラクター、なんかいいの、思い浮かばないんだけど、あの、シャルナーク、えー、マーベル、で、えっと、サフィーラ、で、今回の、 フローラ。全員多分木をね、光にはしないと思うよ。フローラは水と闇じゃないですか、こいつは。水と闇変換でしょで、マーベルは、まあ、お邪魔、毒、あと闇を光っていう感じですよね。はい。これがそれで。で、あとはシャルナークも複属性に木があることから、多分木はね、消さないはずよ、こいつは。あ消したわ。 はい。ということで、シャルナークであれば、木を光に変えてくれるので、まあなんか、無理やり感あるけど、使うこともできるかな、みたいな感じですね。まあ、ただ、HP40% 回クループ、強いねっていうところなので、これはキッパでうまくはまったら、かなり強いんじゃないかなっていうところで。 まあ当たり度合いが増したねっていう感じだね。で、リーダースキル、木を6個以上つなげて消せばダメージを激減し、攻撃22倍4加3。普通に強えっていうね。ちゃんとね、9個以上とかそういうのじゃなくて、6個でいいから、耐久とかもしやすい。無効貫通組まずに火力を抑えて耐久っていうこともできるのかなという印象ですね。これめちゃめちゃいいと思うね、有利し間違えた、有利はい。 えこれは欲しいですね。まあ、ただ、今すぐ欲しいではないですね。まあ、今後、キーパーの無効貫通が、ま、近々来そうな予感がするので、ちょっと怪しいかなみたいな。で、アシスト進化です。 木の泥鏡プラスが3つ。普通のね、ちっちゃい回復泥はありますよと。まあ、泥鏡を盛るには十分強いかなと。で、6ターンであのー、さっきのスキルを持ってますので、まあ、自動回復として強いし、回復力めっちゃ高いしっていうところで、まあ、泥鏡を盛る分には使えそうな気もするかなというところですけど、まあ、本体が強いんで、ちょっと本体欲しいよねっていう感じになってます。 でもう1体紹介されました、ロシェですね、もうまたこれね、じなんていうんですか、これ、自爆霊じゃなくて、<laughs> 待って名前がれてこい、あの、時代系女子、それ、自爆霊ではないね、時代系女子ね、俺の中でちょっとね、字とその女っていうのが全部一緒だったわ、はい、まあそんな感じですね、あの、黒ろみちゃんの、なんていうの、サンダルとか履いてそうね、みたいな、まあそんな感じですよね。 で、えー、性能が 2way プラスが5個。で、ね、キラーバランス攻撃体力回復。ま、あどれかしら刺さるでしょみたいな。<laughs> どれかしら刺さるでしょキラーを持って。超学生が10強あるよと。ま、あ元々持ってるので、2way ちっこいのがね、超学生今んとこありますけど、ま、あスキルプラスもあったり、スキューブが本体ないので、まあ、スキルプラスでも、ま、あ10強で使うのが一番いいかって感じだね。うん。まあ、基本的にキラーが1個分は刺さるので、10強3つに 2way プラスが、 5個あるような感じだと思ってもらえればいいんじゃないかなと思うけどだいたいこれ5039倍とか出るんじゃないの <laughs> 2レート10強とキラーが刺されば2つ目のキラーが刺さった時もとんでもないことになりますけどねさらに5倍こっから刺さるんでしょ25199倍 <laughs> これ火力やばいと思うねうんで闇火だったら今回新大魔王バーンとかもね闇火だったりするけどまあその辺無効貫通数十字とかが うん、十字とかが結構闇火はね、イメージ強いかな。ウィザードとかね。まあそんな感じですけど。まあツー a y イなのでまたウィザードとは違った動きができるんじゃないかなという印象ですね。で、スキル内容がね、これね、結構いいと思うわ。HP1 になるんだけど、ランダムで回復3個生成。これは強いよ。回復作るのめっちゃ偉いと思うわ。うん。 で、オールマイトと合わせるんでしょはいはいって感じ。<laughs> はいはい、オールマイトみたいな。もうそんな感じだね。オールマイトみたいなスキルを増やしてほしいよね。こうなってくると。ね。HP20% 以下で発動できるよみたいなスキル。 これとあとはまあプレーナがいるんですけどプレーナはまあちょっとあんまり見ないかな使えるっちゃ使えるんだけどね式神と相性がいいんだけど、まあ、そんなにオールマイトほどの活躍は見せてないかなっていう印象ですけどね、まあ、そんな感じになってますでちなみにちょ,ちょっとさっきねあのー、p d c で相当してたんですけどこれ HP1 にしてくれるキャラクターたちですここで1個豆知識じゃということで、えー、4ターンスキルで HP を1にしてくれるキャラクターは1体しかいません誰でしょう とといいうことでね見ていきましょうねえまず、チャコルですね。なんやかんや使えるって感じ、チャコルも。うん。HP1 にして、オールマイトと合わせるのはね。で、ガンホコラブロッキーがいたり、ゴンさんはちょっと特殊かな。で、マッシまは代表格だよね。マっシロ・オールマイトってね、流行語大賞ですね。で、ロシアが入ってきまして、カグヤ カード入ってきて、ポップくんは二ターンですね。この辺から二ターンになってきてくれます。で、上水剣心一定どうのこうのこうのこうのって感じで、シュッと言って、えー、この辺まだ二ターンですね。で、ラードラも行ってっていララも行ってっていう。ラードラも結構優秀だよね。式神もいてっていう感じです。 はい、こっから3ターンになりますね。で、この間進化したフェンリルビーズとか、ライゼンとかがいたりとか、で、学園ルシファーとかいますね。この辺誰も使ってないと。で、この辺で4ターン。はい、これですね。上杉謙信の装備。<laughs> これが4ターンで HP を1にする唯一無二ですの。本体とか武器とかじゃなくて唯一無二。これしかいない、4ターンは。っていうね。うん。どこにも使えない豆知識でした。 はい、あとは5ターンなんで、まあ、5ターンってなってくるとちょっとまた話変わるんでね。まあ1ターンでできるキャラクターはこんな感じになっておりますので、またオールマイトといい合わせ方できるんじゃないかなみたいな感じですね。うん。まあ多色とかで普通に使う分にも強いと思うし、はい。回復1セットで回復できる編成とかも十分あるしねっていうところですね。これは持っておきたいかなっていう感じです。特にオールマイトを持ってる人は。 使,い使うんじゃないかなと思ってます。はい。それ以外でもね、あのー、50%以下強化とか生かす編成では結構強いかなと思うので、まあ、活躍の場面とかありそうな気がしますね。はい。リーダースキルは闇回復の同時攻撃でダメージを半減攻撃24倍の参加3闇属性にバインドを付与し、HP2 倍と。うん。まあ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 、戦える性能はもらってるんじゃないでしょうか。回復力はどうするんでしょうかって感じですね。で、アシスト進化です。 これもまたすごい尖ってるね。スキブマイナス2つ、ドラゴン神、悪魔キラー。もうどれか刺さる。これも。さっきね、あの本体が持ってなかったところだから、本体につけたいような武器になってるかなっていう感じかもしれないね。これ本体に乗せたらもう100乗る。どれかしらのキラーが。昔のアテンを彷彿とさせる。どれかは刺さるみたいな感じですね。 はい、まあスキルマイナス2個もあるほどなんかなっていう感じですけどねスキルレベルまあ6ターンスキルとか最低限それぐらいあるかなとは思ってますけどちょっとたまりやすすぎる武器になっちゃうのでん普段攻略に使おうと思うと少し難しい点もあったりするかも周回だったりとかランダムだったりとかには強いかもしれないけどねまあそんな感じになっておりますよと、まあ、今後超重力ンランダムとか来たりすると思うのでまあその辺でもうまく刺さっていくんじゃないかなというところでいやロシアは結構いい枠になったねこれ、まあ、2人ともかなりいい使い道が がありそうななをもらったかな、うん、特にロシェは今でも使いやすい有利はこれからみたいな感じになってくるんじゃないかなと思いますはいということであのー、シーズンゴッドフェスねちょっとまあ惹かれる方はお気をつけて <laughs> うんちょっとシーズンゴッドフェス俺はあんまりおすすめしたくないような感じだからねまあ欲しいキャラが多いよっていう人はね来た時に ちょっと引いてみるつまんでみるっていうのもありなんじゃないかなとは思いますはいということで今回はロシアと有利の分岐進化の紹介でしたということでご視聴ありがとうございましたバイバイ